はい、どうもどうも、日暮らしの元です。今回はじゃん、まあこれね、前の動画に出てたんですけど、こちら虫もん大桑田ですね。前羽化したメスです。これ大桑形ですからね。イタリアの大桑形だっけな。かなりちっちゃいですよ。2センチぐらいなんで、で、こちらのことについてやっていきたいと思います。で、これまでは餌はね、あげてたんですけど全然食べないんですよ。まあ、まだ成熟してないのかわからないんですけど、交食も始まってない状態、なので、特にもう、たまに餌を置いて、で結局カビちゃって、でそのカビたやつは捨てるみたいな感じでやってました。で今回こちらのね、虫もんが出てきてたので、とりあえず、もう一回ね、栄養満点のゼリーを置いています。で、今回ね、やっと見つけることができました。虫もん大桑形のオスです。こちらね、めっちゃ探し回りましたよ。ネットサーフィンとか結構してたんですけど、やっぱペアで3500円とかするんですよね。で3500円プラス送料1000円って考えると、このコクワガタみたいなフォルムのやつに約5000円かかっちゃうかって思って、ずっと買い渋ってました。で、やっぱショップとかね、回って、いろいろね探してたんですけど、結局見つからなかったんですよ。なので、結局、こちらのね、幼虫を、虫もん大桑形の幼虫を買ったところに、行ってきました。で、オスを買ってきました。こちらです。これ大桑形ですよ。でもね、これちょっとね、画質が悪いんで分かりにくいかもしれないんですけど、ちゃんと大桑形なんですよ。ほら、内歯って言うんでしたっけ、このギザギザの部分、これね、ちゃんとあるんですよね、大桑形と同じように。で、こう湾曲した角、が観察できるので、本当に大クワガタなんですよ。ちょっとね、ネブトクワガタ、日本のネブトクワガタに似てる感じもあるんですけど、まあでも分類的には大クワガタらしいです。でね、こちらね、飼育がとても簡単なんですよ。ここにメスが3匹いるんですけど、もうここにオスを1匹、入れちゃえば OK です。こういう感じで、で、産卵は、産卵セットはまだ組んでないんですけど、大体同じぐらいに、羽化したやつなので、夏休み入ったらぐらいで産卵セットを組もうかなと考えております。こちらはね、成虫のオスが700円で売ってました。あ、ってか餌食ってるな、食ってないのかな。あ、潜るのかな。あ、潜るっぽいですね。こういう感じで、まだね、交食が始まってないので、産卵セットはまた後で組みたいと思います。この虫もん大桑形なんですけど、飼育方法は、かなり変わってて、普通のクワガタとかだと、なるべく加水しすぎない方がいい、適度な加水が大事だと思うんですよ。こう握ったら水が垂れない程度だけど団子が作れるぐらい、それぐらいのね、加水が必要なんですけど、こちらの虫もん大桑形は乾燥にすごい弱いんですよ。で、もうべちゃべちゃ、マットがべちゃべちゃになるぐらい、こうダニがうじゃうじゃ湧いてたりとか、線虫がいるとか、そういうところの方が、そういうところを好んで、生活しています、こちらの、虫もん大桑形は。
で、産卵セットも本当にべちゃべちゃにした状態で、産卵するらしいので、まあちょっとね、マットをべちゃべちゃにするのはね、抵抗があるんですけど、まあそれがいいなってね、やっていきたいと思っています。次回はね、産卵セットちゃんと組んでいきたいなと思うので、そちらの方ご視聴もよろしくお願いします。まあ奥歯がとことこ歩いてますね。こちらね、ちゃんと後で加水をしておくので、そこのところはご安心ください。はい、今回は短い動画になっちゃったんですけど、終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いします。さよなら。これね、虫も奥歯がおすすめですよ。さよなら。